外国人観光客の受け入れが明後日から再開するのを前に、国土交通省は旅行会社などに向けた新型コロナ対策の指針を発表しました。外国人観光客に対して、天井員がこまめに声掛けすることで、マスク着用や消毒などのルールを徹底させます。また、感染してからトラブルが起きないように、民間の医療保険への加入を求めることなどが盛り込まれました。 指針に違反しても罰則はありませんが、ツアーの継続を認めない可能性があるということです。2年ぶりの外国人観光客の受け入れが迫る中、昨日の国内の新型コロナの感染者は1 7039人、重症者は76人で死者は26人でした。 東京の新規感染者は1800人で25日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。